和久田真由子アナウンサーの復帰番組に関心が集まっています。昨年4月メインキャスターを務めるニュースウォッチ9を卒業した和久田アナ。 NHK は公表していませんが、昨年夏に第一子を出産したと報じられ、現在は育休中と言われています。出産から約1年のスピード復帰は本人の希望だそうで、ワーキングマザーの積極起用を進める NHK の思惑とも合致しているのだとか。今から注目されているその復帰先について、関係者はやはり彼女が実力を発揮できる報道番組や情報番組でしょうと分析。続きはデイリー新潮で、